はい、どうも、なおちんです。さあ、今日も牧場物語をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今ね、2年目の秋です。2年目、結構したね。そして装備を、オリハルコンを2つ持ってます。ハンマーと釣り竿かな、をオリハルコンを持ってるけども、まあインゴットも少しあるので、あとちょっとお金が貯まれば、オリハルコン装備が増えてくるかなっていう感じです。でちょっとね、まだごちゃごちゃしてんのよ。こういう感じ、畑を作って、で横に、木を植えてる感じかなあのね、木植えすぎて、もう上に植えちゃってこんなんなっちゃったね。うん、馬小屋とか牛小屋かと鳥小屋、ここもね見えにくくなったな。ちょっと整理が必要かな。ちょっと整理しないとこれダメだわ。でそして機械なんかも、あ、ちょっとごちゃごちゃね、ちょっと計画なしに立てちゃったんで、こんな感じになってます。で横の島もちょっと、ここもね木植えすぎちゃったのよ。木を植えるとね、なんかここまでね見えにくくなるもんだとは思ってもなくって、ちょっとやりすぎた感があるかな。ちょっと改良が必要だと思います。まあこんな感じだね。でまた隣の方に行くと、そこがねまだちょっと開拓が完全には終わってない感じです。もう木もね全然切らなきゃいけないんだけど、もうやることが多すぎてダメなんだよね。はい、まあまあ馬は今2頭飼ってますね。でこっちの方が全然手つかずとなってます。ここに、そうね、なんかね、こっちの島はこれ、こっちの島はこれっていう風に決めて作っていった方がいいかな。もうほんとね、キーばっかりで、ちょっとやっちゃった感があるんだよな。うん。で、さらに、この水耕プラント。ここもまだね、かかるんだな。オリハルコン50個と、幻の木材50個。結構時間かかりそう。オリハルコン、まあ原石はまだ、いくつかあるんで、そうね、装備品を先にするか、水耕プラントを先にするか、そこをちょっと悩んでる感じです。まあ、ちょっと、本当にごちゃごちゃした感じになってしまってるので、まずはね、ちょっと、島ごとに、ここはこれ、ここはこれっていう風に、場所を決めていきたいと思います。木はもう切ってしまうしかないけど、他の機械なんかはね、機械島みたいなのを作ればいいのかな。うん。ちょっと雑草とかが生えないような環境にして、もう全部機械を置くだけのところを作って、で、あとはもうほんと牧場だね。うん、小屋ばっかり。そして畑と木がいっぱいあるところ。そういう風にちょっとカテゴリー分けして、今後やっていきたいと思います。ちょっとほんとね今ごちゃごちゃしすぎてて、まあまあ2年目だからね、まだ2年目なので、だいたいこんな感じじゃないのみんな2年目ってまだね完全には分かってない状態だと思うんで、ちょっと頑張って整地して、で、オリハルコン装備も全部作ってしまって、水耕プラントも作ってみたいと思います。ちょっと、見えづらい感じになってるので、ほんと見やすくてね、いい牧場を作っていきたいと思います。はい。では今日はね、こういう感じに作ってるよっていうご報告でした。まあ、次にお見せするときには、もっとね、改良した感じになってると思うので、期待しておいてください。それではご視聴ありがとうございました。またねー。